This is a journey into sound. ジュビチューンでございますか。ジュビチューン、はい、5曲ずつですから、うん、2曲ずつにしよう。あ、今取り上げるなるほどね、はいはいはい、全部3曲いくとほぼいっちゃう感じ。ネタバレしちゃうんで。そうそうですね、はい、そうやね。でもまあこのジュビチューンの前にちょっとありますから、あ、おう、ちょっと違うあれですね。もう一人客演が入ってきますから、はい、おみたいな。なりました、なりました。それは毎回ちょっとだってマムの一人で、うん、聞いてる時あれやな、実現したみたいな、飽きひんな。そうやろ、うん、あのシーン何回聞いたわ、あのシーンだけは飽きひんな、うん、サプライズすぎる。サプライズ、まさかであっこ出てくるみたいな、うんうん、でもあそこで言ってもらってることによって、うん、チューフィンチューンの内容が変わってるっていう。あー、うん、ね、だって大体のチューフィンチューンってなったらやっぱビッグチューンかけてすごい曲かけてどんだけボス入れるかっていう戦いになっていくやん。2つも勝ちたいから、うん、滑りたくないから、うん、いい曲を聴くっていう感じになるやん、ね、俺の方がいい曲かけたっていう勝負になるやん、うん、けどそれは違うなと思って。だから今回はだから本人たちのスタンスをブレずに、なんやったらもっと極端にチューフィンチューンでやってほしかった。はいはいはい、もう感動的な感じで、どっちの曲で感動したとかはもうちょっと違うなと思って、うん、ぶち当てにいってるわけですね。そう、うん、だから今回はそうチューフィンチューンで普段絶対書けへんやろみたいな曲がほぼほぼかな。そうやね、うんうんうん、っていうことを意識したかな、うん、確かに、うん、とあとまあニューチューンがどんだけかっこよく聞こえるかっていうことも意識してるかな、うんうんうん、あ、そっか。ニューチューンかっこええって思う、うんうん、構成にしてますかな、うんうん、だからやっぱこれずっとさっきも言うけど損すんね兄貴は、うん、けど兄貴もかっこいいっていう、そう、うん、っていう感じですね。はい、だからどの曲から言おうかな、まさかその曲がかかります、はい、マイプレイスバイブスカーテルジャヴィンチ。おお、はい、聞いたことなくない。せやな、チューフィンチューンでね、チューフィンチューンで聞いたことないやろ。せやな、ただめちゃくちゃかっこいいからね、うん、せやろ、曲かっこいいやろ。あ、私これも大好き。ちなみにこれアイディア、はい、オガですわこれオガのアイディアです。オガアイディア。でもこれもオガが半笑いで言ったやつを。あ、そうなん。せやな、そう、まさか入れると思ってない感じで笑いながら言ってたやつを入れた、うんうん、あ、そうなんや、うん、あ、しかもチューフィンチューンに持ってこようとしてたってこと。そう、あ、うん、俺はまだこの段階では分離してほしかった、うんうんうん、分かり合おう、お前もいけてるよ、お前もいけてるよっていう、うん、どっちがええやつになる戦いみたいな、もうええと思ったから、うん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 、もうはっきりどしどしいけよっていう意味で、うん、分離する曲ないかなって言ったら、もう分離言うたら言って、岡がこの曲を。そうそうそう、俺は俺、お前はお前みたいな。そうそうそう、うん、っていう意味でこの曲言ってるな。しびれますよ、私この曲は。もうしびれるよな。しびれるよ、オケも好きやけど。かっこいいよな。いやね、うん、入り方がいいよな、うん、そう、うん、ちなみに言ってまうけど、1曲目小川は、小川ちゃん、兄貴はワンブロッドをかけます。1個目ワンペナ、抜けきれワンペナはい、ワンペナ、はい、ワンブロッドをかけます。はい、ワンブロッドへの返しが、はい、マイプレイス。なるほど、はい、分離ですよ。分離、お前はワンかもしれんけど俺は分離っていう、なるほどね、はい、スタンス、ね、俺は俺、うん、そう、すごいっていう曲がかかるかな、うん、そうやな。で、なんやって言いたいねんけどな、これもまだ続くので、うん、順番で言うならもう一曲、はい、弟、うん、弟です。ゲットレッドホット、うん、この曲もチューフィンチューンで聞いたことない。せやな。あ、でもダブとかやったのかな、今やったら。いや、ないんちゃう。ないか、うん、ゲットレッドホット、スーパーキャット。あ、でもえ、そう、今やったらさ、今やったらっていうか、あー、あ、そっか、スペシャル、ラディガン、ラディガンはダンダダか。あ、ダンダダダンダダダダダンダダやな。そう、まあでもレア感でや。そやな、スーパーキャットのダウンのレア感でや、うん、じゃなくて45でゲットレッドホット。はい、これはもうリリック的には完璧です。そやね、完璧です、完璧にハマってます。はい、もう
完璧にハマってる。はめに行ってます。はめたかった。俺この曲の歌詞ずっと調べてる時あって、うん、これこんなんできるやんと思ってて。ああなるほどね。ちょっとストックしておいた。ストックしておいた。あなるほど。そうに前の曲もランナンとかっていう、うん、地球のことを思ってるっていう曲で、うん、ランナンとかっていう曲やねんけど、うん、それに対しての返しで、うん、ゲットレッドホットも、うん、サビの部分では、うん、お前はゲットがやばい時に何知ってたんっていうリリックやねん、うんうん、地球のことを考えてるお前いるかもしれんけど、うん、何やってんのゲットが大変な時に、はい、俺らはフードを鍋にフードを、うん、がない時にお前は何やっててんっていう返しです。はい、これこれハマってるね。よよ渋い。これ渋いね、うん、っていう曲です。はい、はい、かな。弟でした。はい弟。あごめん順合ってるか、うん、この次にお前弟、はい、弟がお前10年間どっか行って何が地球のためとか 何、うん、何偉そうなこと言ってんねん言うて、うん、ゲットレッドホットかけるんやけど、うん、それに対しての返しが、うん、オガが選んでくれたこれですね、はい、バーニング、はい、コーヒー、はいはい、これはちょっとせこいわオガ、うん、あこれもオガちゃん。いやあオガちゃんオガちゃんオガちゃんニーペナだから何やけど兄貴兄貴、はい、兄貴。いやこれは、うんプロデューサーが選んだ曲じゃないですか。曲は選んだ。そう、今の、うん、今何を喋るかっていうこと。あなるほど。あそういうことね。そう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 、はい、これ兄貴兄貴小賀のピークやね俺の中では。兄貴やろ一緒なってんね俺の中で兄貴のピークあの兄貴のピーク兄貴なごめんごめん兄貴のピークはい。これはめっちゃかっこよかった。いやもう、うん、私ここでグッってなった、うん、やんなーってなったこれ、はい、あのこの CD 史上一番ボスってます、うん、あそうな あのあれがね本当に完成完成が下げられましたあのうちの編集の、はい、プッチョ君にちょプッチョ君これはちょっとやりすぎちゃいますか気持ちと一緒にちょっとこう熱入れすぎたんじゃマジで言うてなるほどぐらいボスってる。なるほど、うん、いやこれ、うん、私一番好きやったシーンかもしれへん、うん、そう、うん、まあ私が来たらシティが燃えるわみたいな曲やね、はい、うん、そうなんです。それをまあ兄貴がかけるという、うん、そうなんです。シーンです。でもう一回こう悪魔も燃やす言うてるし、せやね間違いない。俺言うの忘れた確かに、うん、せやね。このイーブルをこう燃やすっていうリリックがここでも入ってくる、うん、聞いてもらったら分かるけど、うん、そのイーブルの後歓声ちょっと上がります。なるほど聞いて。そうなんですね。そうもう一回聞いてます。俺聞いてって意味でそこプッて上げてますそうなんや。だから俺のイメージは理想的お客さんやで。なるほど、ね、そう、そうやね。そこでハマるリリックがポンってハマったら歓声がでかくなる。でかくなるお客さん、うん、なるほど。分かんないっていうのじゃなくて、うん、分かってるての人のお客さんやから、うんうん、もうお客さんのレベルめちゃめちゃ高いよね。そうそうそう、そう、ね、そうです。だからその、あ、この曲や、うん、あ、このリリムやで盛り上がってるじゃなくて、うん、曲をかけてリリック聞かして MC とそこがコネクトしてるやんってなった瞬間に盛り上がってくれるお客さんってことですね。さっきのエヴァーブレスもそう。そうやね。あ、うん、イントロ全然ボスらんのにずっとドドーン行く。そうやな、そうやな。ツーやわお客さんが。そうそう、お客さんがまあまあちゃんとツーな人みたいな、うん、もう多分ファーダー T が育てたお客さん。間違いない。だいぶ育ててるね。だいぶ育ててます。すごいよもうこれは。リスペクトファーダー T。 リスペクトファーダー T。 架空のファーダー T ですけど、すごい、はい、はい、っていうことがあるかな。はい、いやね。あ、ちゃうか、小賀が選んだわこっちか。そうやね。あ、ごめん俺が勘違いしてた、うん、間違えた、うん、そう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 。で、あと1曲あげるならっていうことで、うん、これやね、うん、はい、ジャイズバイマイサイド、うん、はい、俺的、ハイライト、ハイライト、うん、はい、うん、どう。俺はなんでこれ選んだかって言ったら、うん、その前に弟が、うん、こうゲットピープソングか言ってんかな、うん、いいよ言っちゃいちゃい、うん、ゲットピープソングをかけて、うんうん、同桂ね、あえて同桂で勝負しに行くみたいな、うんうん、なんかその、まあ、さっきのプロレスの話で言ったら、うん、技かけられに行ってんのに、うん、もうなんやろ、そのまま、うん、こう技決めたったみたいな感じ、うん、あ、そういうことやんな、うん、あ、ほんまはそんなことしたら、うん、滑るのに、うん、サウンドクラッシュやったら、うん、けど
こうちゃんと盛り上げに行くっていう、そういうなんかその感じ、どんと来いみたいな、わかるよ、乗っかったれる余裕みたいな、そう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 、お兄ちゃんからね、そう、しかもそこでちゃんと自分の1ラウンド目の1曲目ぐらいから1曲目からブレてないスタンスをそこでもう一回ちゃんと言うっていうな、うん、だからなんかこうラリアット食らいに行ってんのに、うん、弟のラリアット全然聞かへんみたいな、そういうこと、ね、で返すみたいな、ね、そう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 、うん、的な、うん、余裕の、うん、ここだいぶこだわったね MC ね、うん、だからなんか熱の入れ方とか、うん、結構こうあのプロデューサーから、はい、もっと熱入れてみたいな、うん、だいぶやったな、そう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 、指導が入った、指導が入って、うん、そんぐらいの熱量やったら、うん、多分あの伝わらへんからみたいな感じで、うんうんうん、俺には責任があるからやっぱり、まあね、うん、ジャーワークスジャパンチャンピオンを、うん、あんと一緒にやってんのに、うん、かっこ悪くもう仕上げるとそれあかん言うて、そうやね、それなりに責任を持ってやりましたよ、うんっていうので、うん、まあ、そういう思い出もあり、うん、面白かったな、だから結構ここぐらいちゃう、そんななんかもう3回4回撮り直したパートって、ああそうやな、あとバーニングぐらいちゃう、あバーニングもか、バーニングのその2つぐらいやな、もっとこうそうやな、ここぐらいかな、他はもうほぼほぼなんかそうやな、一発撮りぐらいの感じで、そうやな、行ったかな、うん、うん、そうなんや、そうそうそう、やったな、うん、ここいいよ、前向き、うん、さっきのゲットレッドホットって、うん、お前どこにおってんあの時、うんうんうん、っていう観点で喋って MC して曲言ってんだけど、うん、それって後ろ向きやん、そうやね、昔今までのことを言ってるやん、うん、あーでも弟はずっとそうやってお兄ちゃんに突っ込まれるからね、そう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 、お前はずっと過去のことを言うと、そうそうそう、掘り返しとる、掘り返しとるって、うんうん、でも兄貴は前向きなやつには、うん、っていう理想をしっかりこう、うん、こう表に出していくっていうか、うんうんうん、いう感じをここでちゃんとしてくれてるね、うんうん、いやかっこよかったよ、もうジーンと来てるもん、もうここすでに、おな、うん、俺もじゃジーンと来てる、うん、ここジーンと来るところ、一人であのベッドで寝ながらイヤホン聞いてた時半端ないな思うもんこれ半端ないわ思う、うん、うん、半端ない、うん、すごいね、うん、そうなんですよ、多分、うん、こうまだ俺は、うん、その役者をやったことって少ないし、うん、あんまり、うん、なんかその自分が役を演じたのを、うんうん、こう客観的にまだ多分見れてないと思う、ほう、あんま慣れてないそれに、そう、だから、うん、なんかそのジーンっていうのは、うん、まだこうみんなほど実感できてないかも、自分の、まあ、自分やしな、そうそう自分やから、なんかこう もっとなんか違うとこが気になるっていうか、あもっとこうやって言った方が良かったんかなとか、はいはいはい、なんかこういう言い方あったかなとか、うん、こんぐらいのテンションとかで言った方がもっと伝わったんかなとか、うん、そういうとこがまだこう先行しちゃってるから、へ、それこそ俺もあと5年後ぐらいに聞きたいな、あーいいかも、うん、確かに、ね、うん、そういういいね、うん、うん、そういう風に聞いてほしいな、5年後ぐらいに聞いたら、うん、こうもっと客観視して、あお客さんの立場というかリスナーの立場で聞けるかもしれない、うんうん、いいね、そうですね、そういう風に作ったな、作られてるような気はするけどな、うん、で言ったらスパイクリーンの映画もそうやん、うん、大体さ、うん、いろんな角度の物事の見方でさ、うん、黒人をただ単にかわいそうなやつらで奴隷やったからかわいそうで、うん、こいつらが今白人を、うん、の上に行くみたいな話じゃないやん、うん、全部の角度がちゃんとあってさ、ね、黒人のあかんところもしっかり、うん、描いててさ、うん、けどそれでもその黒人のかっこよさみたいな、うん、のプライドみたいなもんをちゃんと表現するみたいな、うんうん、っていう感じやな、うん、それをやりたかったな、これはいいですね、そうよ、あとこうなんか前回からの続きみたいなのさ、うん、なんだかな、スパイクリーの映画で、うん、Do the Right Thing の前に出た映画が、うん、スクールデイズやったっけ、はあ、スクールなんちゃら、はあ、何なんっていう映画があって、うん、それも同じような感じで、うん、こう学校の中で高校生で、うん、高校生同士が確かこう争うとか言い争って、こう黒
黒人学校やねんけど、こうだんだんこう白人と同じファッションやったりとか、うん、こう全然こう、まあ、言ったら現代風になっていく黒人の生徒と、もうルーツに戻ろうとする、こういう系な、そうこういう系の、もう俺はそんなあの奴隷制の時に与えられた名字なんか使わへん、アフリカネームを使うみたいな、ズールで行くみたいな政党がこう言い争って、まあ結局こう決着つかへんねんけど、でそれで最後の締めの言葉が、どっちかがなんか誰が言ったセリフかちょっと覚えてないんだけど、ウェイクアップっていう、ウェイクアップ、ウェイクアップ、みんな目覚めろみたいな締めのセリフで終わん、渋い。で次出る映画がドゥザライトスイングで、はい、あそういうことね、ラジオ DJ の誰だっけあれ、ラブ、サミュエル・ジャクソンが、ラジオ DJ 役で出てきて、サミュエル・ジャクソンやったっけ、あれサミュエル・ジャクソンだよ、そう、で、ラジオ DJ がこう、ラジオを放送するっていう、シーンから始まるんだけど、あそこは続けてるんだな、そこで一言目の、セリフが、うん、Wake up, wake up, wake up people みたいな、そう、おはよう、グッドモーニングな的な感じで、言うねんけど、その前の映画の締めのセリフの、お前ら全員目覚めろっていうメッセージからの、Do the Right Thing も Wake up が始まるって、同じこう単、締めの単語と始まりのイントロの単語が、一緒、メッセージが一緒っていう、はい、っていうのがあったんで、だからそう、なんかその前作もまた聞いてほしいというか、前作も聞いてほしい、前作からのまた違う切り口という感じで、レゲエを通して何かを伝えたいっていう、そう、結局そういうことやな、レゲエを広めたいっていう、そのざっくりしたことじゃなくて、やっぱレゲエによってなんかメッセージを伝えたいっていう気持ちは俺もあるから、言うたらそういうことやな、それを表現したいよな、レゲエで、こんなジャンルありますか？ないです。ないですよ、ね。はい、ありません。だいぶうるさいなと思って聞いてて。うるさかった？うるさいことを言う人たちでしょ。はい。タートルマンズクラブ。そうなんです。でしょ。はい。はい。でまたこの斬新な切り口がね、はい。楽しいんですよ。タートルマンズクラブ作品は。いいですよ。面白いよ。本当に。これ本当に。まあ一番最後の終わり方もええし。はい、あ、もうそこはちょっともう聞いてもらおう、これはもう聞いてもらおう、これはもう言うたらあかんわ、聞わんほうがええわ、はい、ちゃんとタイトル見てね、一番最後のね、はい、はい先生、かっちり来てるから、これもはい、見てます、組み上げられてるからね、ちゃんとよろしくよ、はい、 あっちの方がよかったなとかじゃないからね、そうやね、うん、これしかねえ、そう、うん、これしかねえんだよ、聞いてください、はい、そうです、最後のダップレート、まあ、このさっきのオープニングでも言ったこのね、文字の感じも、はい、まあ、盤で持ってる人やったらなおさら感じれるやろな、うん、っていう、はい、作品です、ブラザー、はい、もう全部言った、もういいんじゃないですか、余すことなく言いました、これ以上言うとネタバレバレのバレで、そうですね買わない人が続出する、そうそうそう、それは困る、それは困るんで、うん、生活がかかっているだいぶ時間とそうやな、あれを費やしましたね、はい、はい、これの作品、この作品に対して、いろんなものを、はい、つぎ込んでますので、そうよ、はい、いろんなものもつぎ込み、いろんなものも失いやってます知らんからいや頑張っていこう、はい、やるしかねえよ、もう必勝ですよ、もうこれはやるしかねえ、はい、はい、やるしかねやるしかねやっていきましょうやっていこうやっていきましょうやるしかないよな、はい、そうだよな、もうちょっとそうだな、はい、はい、頑張っていこうぜ、頑張っていきましょう、っていう、はい、ブラザーでした、ブラザーです、ありがとうございます、うん、はい、まあほんまに全部一曲一曲解説したいぐらいですけども、はい、まあ、これぐらいでやって楽しんで聴いてくれたらいいかな、あれですね、またこう、あ、感想だったりとか、うん、ここはこう思ったんですけど違うんですかとか、こうそういう意見とかね、こう質問、うん、コメントまたもらえたら、お前な、ね、お前ね、嬉しいですよね、うん、うん、嬉しいね、亀のお客さん結構引っ込み思案やから、亀だけに、亀だけに、そう、
き、そう言いたかった俺が言いたかったのに、はい、でコメントはそうやな、またくれたら返しやすいですね、うんうん、なんかね、ここが面白かった、うん、私はこっちの方が面白かったけどとかね、あってもいいもんね、うん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 、っていう感じですね。うん、面白かったなこれ。よかった、はい、もう当分なんもせへんね俺前も言ってたけどでも意外となんかやりたなんねんな、うん、そうですね、うん、はい、っていう感じでございました。切り口でしたね、はい、うん、ありがとうございます、はい、はい、じゃあ番外編はおしまいですかこれで。そうですね、今日はここまでですかね、うん、はい、はい、神戸のジャムドンに、あとはジャムドンありがとうございます、はい、あとは美味しいジャムドンフードを食べて、はい、そっちに焦点があってる今いやもうメニュー表見てる。メニュー表に行きます。まだカメラ、カメラこれ、カメラこれですよ。そうブラザーはい、ブラザーよろしく、はい、はい、それでは締めの言葉です。締めの言葉。いや乗らな、乗っからなかなかと。何？あれやん、この前。あ、この間私が一人滑り倒したようになったやつね。そうですよ。はい。覚えてないの？あ、覚えたした、覚えた。はい。じゃあ皆さん最後まで聞いてくれてありがとうございます。ありがとうございました。次の配信はいつになるか分かりませんが、それまで皆さんお元気で。それでは皆さん、お疲れ様でした。バイバイ。立ってください。